はい、こんにちは、116ウィンズです。全球団開幕してからだいたい2週間くらいが経過した MLB ですが、しかし今年は序盤から特に怪我人の話題が目立つシーズンとなってますよね。先日のシェーン・ビーバーやスペンサー・ストライダーの話もそうですし、その後もアストロズのフランバー・バルですが、これまた肘の炎症で IL 入りしたりですとか、心配なニュースが続いている印象すらあります。なるべくならそういった話題は少ない方がいいのでありますが、今季ここまでは残念ながらそうはなっていないような状況です。そして今日もまた怪我人の話とはなってしまうんですが、レッドソックスのショートトレバー・ストーリーが肩の手術を受けたと球団から発表がありましたね。復帰まで約半年を要することから今季中の復帰は絶望的とされています。ストーリーは4月5日のエンゼルス戦でトラウトが放った打球に飛びついた際に左肩を地面に強打し、左肩を負傷。本人の痛がり方からして明らかに軽い怪我ではなさそうな雰囲気で、ストーリー本人もその認識だったようですが、当初は肩の脱臼を理由にIL に入っていました。ストーリーは今シーズン中の復帰の希望を捨てていませんでしたが、ただその後の検査で肩の関節下も骨折していたことが分かったようでして、数日前に手術を受けることが発表されていました。レッドソックスに移籍してからというもの、ストーリーはとにかく怪我に次ぐ怪我という感じで、まともに試合に出ることすら叶っていませんが、今季もたった8試合の出場でシーズン終了。故障後の取材でストーリーが涙をこらえるような仕草を見せていたりもしましたが、やはり本人としても怪我で自分の力を思うように発揮できていない現状に、当たり前ですけど複雑な感情は抱いていそうです。ロッキーズ時代はリーグ屈指のショートとして活躍したストーリー、2021年オフにレッドソックスと6年総額1億4000万ドルの大型契約を結び、ボストンでもロッキーズ時代と変わらぬ活躍にチームとしては期待していたんでしょうが、ただ契約前半の3年間は先ほども触れたように残念ながら怪我との戦いとなってしまいました。移籍1年目となった2022年は手首にデッドボールを受けた際に骨にひびが入るなどして94試合の出場にとどまると、昨年は右肘の手術を受けた影響で大幅に出遅れてしまい、8月までプレーすることができず、出場はわずか43試合。そして今年は肩の手術を受けたことでたったの8試合、レッドソックスでのここまで3年間合計で145試合とフルシーズンにも満たない試合数にしか出場することができず、また出場できたとて満足のいく成績も残すことができていませんよね。3年間合計で打率2割2分7厘、 OPS6 割8分1厘と平均を優に下回る攻撃力しか発揮することができず、ベースボールレファレンス算出のウィンザーリプレイスメントも同期間合計で 3.5、 大型契約に見合うようなパフォーマンスとは残念ながらなっていません。ロッキーズ時代のストーリーは毎年安定した活躍を見せていて、個人的にも好きな選手の一人でしたし、かつてはマリナーズに来ることを期待していた時期もあっただけに、彼の現状については本当にどうしてこうなってしまったのかと思う部分もあります。2011年ドラフトでロッキーズから全体45位指名を受けてプロ入りしたストーリーは、2016年に MLB デビューしてからというもの、割と早い段階でリーグでも有数のショートへと成長を遂げ、非常に計算できる選手だった印象が強いです。大きな怪我なく毎年しっかりゲームに出続けてくれる点でも計算できる選手といったイメージがありましたね。特に2018年から2020年のスパンでは2年連続のオールスター、シルバースラッガー賞を選出、さらにはこの期間全ての年の MVP 投票で得票するなど、リーグでもトップクラスの成績を残し、実際今スライドに期間中の成績をお見せしていますが、まさに一流選手らしい成績ですよね。短縮シーズンの2020年を除くと、2018年と2019年は2年連続でホームラン35本以上、 OPS も9割超え。もちろん食わずでプレーしていましたので多少割り引いてみる必要があるかもしれませんが、少なくとも球場補正を加味した WRC プラスでも120以上はマークしていましたので、いいバッターであったのは間違いないかなと。ショート守備も平均以上でしたので総合的な貢献度が非常に高かった選手で、実際2018年から2020年までの3年間合計のファングラススタンスのウィンザーリプレイスメントを高順で並べますと、ご覧の通り。ストーリーはこの期間中野手の中では MLB トップ10に入っているわけで、まあやはりかなりレベルが高い選手だったと。正直ストーリーはマイナー時代の評価がかなり分かれていた印象もあっただけに、ここまでやれるのかとも思ったりもしたものです。2000年代以降のロッキーズのショートといえばトロイ・トロイツキーのイメージが個人的にも、そしておそらく世間的にも強いですが、そのトロがトレードでロッキーズを去ったわずか半年後にこのストーリーがデビューし、そのトロに決して引けを取らない真に貢献者らしい選手がすぐに台頭してきた、そんな存在でしたよね。このまま行けば FA でも大型契約をゲットしそうな感じでしたが、ただその FA 前最後の年となった2021年に少しストーリーは苦しんでしまいます。この年は142試合に出場し24ホーマー、 OPS は8割1厘と彼にしては低調に終わったシーズンでした。クワーズが本拠地であることを加味するとせいぜいリーグ平均程度の攻撃力といったところで、 WRC プラス98は2017年以来の低水準でした。
2021年のストーリーは肘の怪我に悩まされた部分があり、もしかしたら打撃に悪影響を及ぼしていた側面も一因としては考えられ、本来だったら FA 前にいいシーズンを送って評価を伸ばしたかったところ、それが叶わなかったと。もともとストーリーはクワーズとそれ以外での成績の差が大きく、 FA を迎えるにあたってそこは懸念材料としてもしばしば挙げられていたりもしましたが、本当にこの調子でコロラドを出てからも大丈夫なのかという声もあったかなと。もちろんストーリーはしっかり守れる選手ですので、打撃が彼にしては低調に終わりながらも、ベースボールレファレンスサンスのウィンズオブプレイスメントで 4.2 を残したあたりは一流選手らしいというか、フロアの高さを示した部分もあったかもしれませんが、少し評価を落とした感もあり、また今思えばこの時点でストーリーのキャリアは下り坂に差し掛かっていたのかもしれません。2021年オフの FA 市場は二遊間の選手が近年稀に見るレベルで豊作で、途中ロックアウトを挟んだことで選手の移籍や契約等が完全にストップした時期もありましたが、最終的には目玉選手全員が総額1億ドル以上の契約を手にしました。特にロックアウト直前にレンジャーズが10年総額3億2500万ドルの契約をコーリー・シーガーと、7年総額1億7500万ドルの契約をマーカス・セミエンと結び、オフの主役になったとともに、この2人を含む大型補強が最終的に実を結んだ結果としての昨年の世界一なんかもありましたよね。でストーリーはというと、ロックアウト後 MLB 全体で急激に FA 選手の契約等が報道される中で、なかなか契約が決まらずどうなるのかと思っていたら、レッドソックスと6年総額1億4000万ドルの契約に合意したと。レッドソックスは当時ショートにザンダーボガーツがいる中でのストーリーとの契約でしたんで、そこにやや驚きはありましたが、ストーリーを豪華なセカンドとして迎え入れつつ、ボガーツが翌年オプトアウトで FA となれるため、その流出に備えた動きとしては理解できるものでもありました。当然クワーズを出る影響は心配されましたが、クワーズほどではないにしても右打者に有利なフェンウェイパークでプレーできる点はストーリーにとってもメリットが大きいのではと当時自分は話した記憶があるくらい、あまり成績を落とす懸念が少ない、移籍先としては悪くないんじゃないかと思っていました。また個人的な印象として、村っ気の大きいハビア・バイエズがタイガースと結んだ契約と全く同規模の契約でストーリーを獲得できた点でも、レッドソックスかなりうまくやったんじゃないか、なんでマリナーズはこれができなかったんだと思ったりもしましたが、まさかあれだけの安定感を誇ったストーリーがここまで怪我に苦しむ展開になるとは、自分の見る目のなさもそうですが、野球選手の未来とはこうも変わってしまうものかと感じたものです。6年契約の最初の3年間がこんな感じになってしまいましたね。正直もはや不良再建気味なところもあるストーリーですが、ただ来年はまだ32歳のシーズン、復活の希望を完全に捨てるにはまだ年齢的には早い印象です。もちろんまずは健康を維持するところから始まるでしょうが、やっぱりまたロッキーズ時代みたいにリーグ有数のショートとして活躍する姿が見たい、これに尽きますよ。今年再起を誓ったシーズンがいきなりこんな結末になってしまったのは、ストーリー本人としても悔しい気持ちがきっと大きいと思いますが、怪我を治してどうか来年こそ復活の年となることを今は心から祈っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。